反省ポイント。おめでた寿司ハマってましたね。まあ結構うまかったし。先輩も何かネタ考えてくださいよ。イカとマグロで紅白寿司とか。つまんないっす。もっと童貞イマジネーションを炸裂させてください。あ、思いついたっすか。ダメだ、言えない。何考えたんすか、キモ。